モンテフィアスコーネは、イタリア共和国ラツィオ州ビテルボ県にある都市で、その周辺地域を含む、人口約1万3千人の基礎自治体。ボルセーナ湖を望む丘の上に位置する市街は、長い歴史を持ち、市教座制度を要する。中世以来優れたワインの生産でも知られており、DOC ワイン、エスト、エスト、エスト、ディモンテフィアスコーネの産地である。 ビテルボ県北部に所在するコムーネである。ボルセーナ湖南東の丘の上に位置するモンテフィアスコーネの町は、県とビテルボの北北西約1 5トルチビタベッキアの北北東約5 3トルペルージャの南南西約7 0トル首都ローマの北北西約7 9トルに位置する。隣接コムーネ、編集、モンテフィアスコーネ大聖堂この都市の地名は、 マンズ・ファラスコラムに由来しており、後にエトルリアの支配下に入った。この都市にはファヌム・ボルトゥムナイと呼ばれるエトルリアの神殿があったと考えられている。ローマ帝国の下で、この祭典はボルシニー付近において取り行われていた。モンテフィアスコーネの名を記した最古の文書は853年のもので、この時都市はトスカナ市に属していた。千五十八年には、 教皇ステファヌス10世が1074年には教皇グレゴリウス7世がそれぞれ訪れている。1093年には新聖ローマ皇帝ハインリヒ4世が城塞を包囲した。1185年には皇帝フリードリヒ1世が訪れており、この城塞の重要性が確認できる。その後の2世紀にわたり、モンファルコーネは教皇領となり、その前世紀を迎えた。 城はしばしば教皇の御座所となり、拡張と装飾が加えられた。14世紀のアビニオン補修の時代には、この城は教皇施設、アルボルノス,スー奇教の居城であった。しかしながら、1462年の教皇ピウス2世の時代には、すでに城は荒廃した状態になっていた。1657年の薬病や、1697年の地震は、荒廃に拍車をかけた。 1870年、強行領の編入により、この都市はイタリア王国の一部となった。第二次世界大戦中の1944年5月には、連合軍の爆撃により、被害を受けている。モンテフィアスコーネには、以下の分離集落がある。人口推移、編集モンテフィアスコーネの大聖堂モンテフィアスコーネの大聖堂は、建築家。 ミケーレ三ミケーリの初期の作品の一つである、聖マルゲリータに捧げられた、この聖堂は1330年に破壊され、300年にわたって再建工事が続けられた。1670年には火災の被害に遭い、工事はさら1 0年延びることとなった。現在の内装は1893年に補修されたものである。国道、ありがとうございます。